はい、主に国公立文系志望の皆様お元気でしょうか。で、それで本日お話ししたいのは理科の選択ね。特にそう、基礎科目2つやる場合なんですが、一体何をやればいいのかなと。あと、なんか惰性で高校で押し付けられた科目、それやってる人もいるかもしれないですけども、なんかパッとしませんとか、ちょっと大変すぎるんですとかね、まあそういった人はいっぱいいると思いますので、そんなあなたに、まだ検討していないんだったら地学基礎やってみたらどうでしょうというね、まあそれがこの動画の趣旨になります。でも地学基礎ってあんまり聞いたことないんですがというね、まあそういう人もたくさんいるんではないかなと思いますし、でまあ何が何だかよくわからない科目ですよというふうに思われるかもしれませんが、まずね、そりゃ勉強が大変かどうかという、そこのところが一番でしょうとね。だからそう、どうだろうね、地学ってそうなんだよな、あの囲んで先行半殺しとかね、なんかね変な語呂が出てきたりしますけれども、ああ間違いなくそれ大学受験でも使いますけれどもね、なんか暗記多いんじゃねとね思うかもしれません。いや別にね、そんなねぬるい答えは言いませんよ。やっぱりなんだかんだと言って高校理科のどれだって覚えなくちゃいけないことはたくさんありますからね。あの物理だって用語を聞いてきたいとかね、あとあるいはそう、なんでこうなるのとか、そういう定性的な説明を求めていきたいとかね、そういうのだってあるんですから。あともちろん数式を覚えるのだって暗記なんですからね、という話になってきまして、まあ別にそう、まあ地学だって特別な科目でも何でもないですが、一個だけ言えることとしては、生物ね、生物はね、実は何年か前からその研究者名とかそういうのも含めて見出し語が多すぎるから、だからあの特に生物基礎じゃなくて生物まで入れると3000語ぐらいあったりするんですよ、見出し語はね、っていうような話になってくるので、もうちょっとこういうさまつな知識は問うなとかね、いろんなところから言われてる科目なんで、それと比べるとね、生物と比べたら、生物基礎と比べたらといった方がいいですけども、地学基礎の方が暗記する事項というのは結構少なくて済みます。でもそうすると今度気になるのは、じゃあそう、暗記少ない代わりに計算とか考察とかね、そっちが大変なんじゃないかという、そちらに不安を感じる人というのも必ずいるとは思うんですけれども、大丈夫です。例えばまあ大体数2です、高校2年で勉強することになる対数関数ね、まああの辺も例えばそう、星、恒星の明るさを考えたりとかね、あとあるいは若干発展的なところですが、地震のマグニチュードね、ああいうものを考えるときには本当は必要なものなんですけれども、それやっちゃうと大変ですからね。大変なんで、地学基礎の範囲ではその対数計算というのは使わないで済むように構成されています。なのでまあね、地学基礎で使う数学って言ったら、まあ中学までの計算がほとんど。でも時々ね、あのサインとかコサインとかは出てくるということになりますから、まあせいぜいでね、高1レベルの数学、そこら辺までできてくれれば OK よというところ、なかなか朗報じゃないですかって話になりまして、だからね、国公立文系志望の皆さん、あ、文系とは限らず、例えば芸術系、スポーツ系とか志望の方ね、いろんな方いらっしゃると思います。で、割と例えばそう、東大だ京大だ一橋だの文系を狙いますとね、言うんだとすれば、そりゃ二次試験だって数 2B 必要ですしさ、共通テストでだって数 1A も 2B も間違いなく受けなくちゃいけないとね、いうことになるので、さっきみたいな感じで対数できねえぜとか言ってられないという、そういう厳しい現実があるのですけれども、そうです、その芸術体育系とか、あとあるいは教育学部のいわゆる実技系ね、ということになると、間違いなく5教科ではあるんですけれども、数 2B 免除とかね、共通テストで、それでもって二次試験としては実技だけとかね、あの実技プラス英語とかね、
言ったような感じで、別に理数系は何も関係がないと。まあその手のところっていうのもたくさんありますな。でそこでさ、なんか対数出てきたら嫌になるじゃんと。嫌になるじゃんというか、そのために対数勉強するんですかという、そういう話になっちゃいますね。ですが、そう、今言った通りで大丈夫。あくまで高1レベル、数 1a までだったら十分お釣りが来るような計算ね。まあそれしかやらせちゃいませんよと。あとそれからもう一つね、いくら算数レベルのことでもとてつもなく計算がめんどくさいんじゃないかとかね、それを言う人もいますね。ですが、まあ例えばね、円周率が必要でも 3.1 とか、場合によっては3とかね、言ったような感じで簡単になっていたりですとか、あとあるいはそう、何か算乗しなきゃいけない数値をね、なんていう場合には何とかの算乗はいくついくつですよとかね、まあそういった注釈的なものもついていて、やっぱり煩雑な計算をしないで済むようになっている。まあそれが現実の共通テストの地学基礎ですよとね。で、あと数式使わないんだけどすごい高度な考察が要求されるとかね、そっちもありませんのでご安心をというところです。で、あとそれから次に不安事項として挙げることが多いのは受験校ね、この地学基礎というやつを選んでいて大丈夫なんでしょうかというね、そこのところを言う人もいますが、まあね、文系の選択科目ねとしては何の区別もないです。物理、化学、生物、地学基礎と4種類ありますけれども、その中から2つやってくれれば OK よという、まあそれだけですが、まあ1個だけ言っときましょうか。人によってはまあいわゆる国公立文系としてやっていますけれども、ああほとんど文系の科目で受けられるよねって感じの看護系とか場合によってはいいかなというね、その場合だとさすがに大学入ってからの学問というものを考えるとそんなに地学関係ないじゃないですかというね話になってて、その基礎科目2つの選択なんだけれども、地学だけは選べないとかね、あとあるいは科学と生物が必須になってますとかね、あ基礎ですけどもね、現実にはねっていうようなのもあったりもしますので、若干理系寄りというか、ある意味そう分離総合系のところね、で系統によっては地学だけはさようならというね、まあそれもあったりはしますので、もし場合によってはそういうことも考えたいかなっていう人はちゃんと確認してください。だけどまあ純然たる文系ね、法学部受けます、経済学部受けます、文学部受けますというね、そういう人の場合には地学を選んでようが他の科目を選んでようが全く差はありませんので、そこのところは安心して選んでもらえれば大丈夫ですよというところです。で、あとね、ある意味そう最初の話に戻ってくるっちゃ戻ってきますが、いやだからさ、うちの高校地学基礎やってねえんだよというね、でそれでもってなんとはなしに周りに流され物理化学をやってます、化学生物をやってますとかね、そういう人も今画面の向こうにはたくさんいるんだろうと思っていますけれども、つまり地学基礎というのはそもそも開校してないじゃないですかという、そういう問題があるんですけれども、でもね、安心してください、みんなそんなもんだから、うん、そうね、本当はね、あ、次の動画あたりでしっかり話していきたいと思いますが、結構ね、地学基礎って要領を得た勉強ができれば点取りやすいんだ、みんなやったらいいんだとね、いうところではあるんですけれども、いかんせんその地学できる先生がいないとかね、そういう事情があって開校してない高校というのも相当な数あるはずよというね、な話になって、まあ高校でも勉強できないんじゃね、ちょっと受験じゃ使えないじゃないですかとね、ちょっとなんか魅力は感じないでもないけど、まあいいやさよなというね、まあそういう人もたくさんいるんではないかなと思いますけれども、まあ今言った通りで別にあなただけじゃない、みんな似たような状況ですし、そう、正しい勉強法ね、それさえ心得ていれば指導者いなくたって怖いことは何もないんですよという、ね、ことになりますので、じゃあね、次の時間ね、そう、一番みんな聞きたいかなっていう感じの正しい勉強法とかね、そういったところに
入っていきたいと思いますのでな、乞うご期待というところです。じゃあ一旦失礼いたします。はい、本日の授業いかがでしたでしょうか。あ、面白いな、分かったなと思っていても、1週間2週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様さようなら。